8、7、6、5、4、3、2、1 今日はラムチョップのソテーと鯖缶のサラダを作っていきたいと思います。水にさらしておきます。今日安かったのでラムチョップ買いました。ニンニク、ローズマリー、こんな感じです。オリーブオイル入れて、で、サバ缶入れます。お願いします。ブラックペッパーかけます。で、サラダの上に乗っけます。見た目は悪いけど美味しいです。いただきます。そういう意味ではすごくまたいろんな視点のご意見も聞かせていただけるかなと思いますので、はい、田中さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。うまっ。さあ、というわけで、こちらのお三方と、共に今回お届けしてまいります。原さん、今シーズンの J リーグのレフェリング、パッて見たら、あ、ダミアン選手、これ、オフサイドかな。